さあ長野のチャンスになりました。ふわっとしたボールヘディング、長野先制ゴールを決めたのは27番竹下レオン、ジュビロユース出身、静岡県出身の竹下レオンが最後決めました。ふわっとしたボールでここついていけませんでした。そしてしかもボールが抜けていって最後はフリーで竹下蹴り込みました。もう一度ご覧いただきましょう。この場面でここで競ることができませんでした。さらに間に入られました、5番の寺岡を経由して最終的に竹下が蹴り込んだという形になりました。